HKT48 にプロフィール偽装疑惑発覚。今回も嘘つきアイドルを徹底検証します。どうも、阿部ちゃん先生です。わーい。はい、アシスタントの HKT48 植木奈緒です。わーい。はい、よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。嘘ドルを探せ第2弾ということでございますね。嘘つきばっかりですよ皆さん。完全にもう偽装疑惑晴れてないですからね。嘘が逆につけないんです。もう嘘がつけないんです。なんで同じこと2回言ったんですか。素直すぎて。まずは中西くん。はい。朝からすき焼き大丈夫。スタミナ満点。国金出身18歳のチョリコの中西ゆいです。よろしくお願いします。さあ、そんな中西くんのプロフィールをちょっと見てみましょう。はい、してでんでん、あら美しい。こちらが中西しおりのプロフィール。果たしてこの中の偽装疑惑とは。この特技ね、人を笑顔にすることとありますけども。はい、それはもちろんです。どんな人でも笑顔にできますか。もちろんです。じゃあ聞きましょう。はい、中西くんは嘘ドルではないですか。嘘ドルではありません。はい、ということで今回の検証はですね、はい、中西くんにある人を3分で笑わせてもらいたいと思います。長いね。さあ、そのある人とは一体どんな人なんでしょうかね。中西には3分間である4人を笑わせてもらいます。果たして一体誰なのか。早速検証スタートです。さあ、入ってきました。こっから3分間の始まってるよ。頑張れ。始まってる。シャクシャク頑張れ。4人中3人日本語わかりません。無理だろ、無理だろ。残酷。どうしよう。どうしよう。My name is しおり中西。 I'm fine, thank you. 自己紹介してます。なんと中西の前に現れたのは4人の外国人。その中で日本語がわかるのはたったの1人。中西大丈夫か。じゃあ今から日本語大丈夫ですか。日本語で一発ギャグをしたいと思います。モノマネが得意で、あのツボって知ってますか。あの高級そうなツボのモノマネを顔で表したいと思います。顔で、顔、日本語わかんなくてもね、顔で笑える。まあ最初はこう、全然笑わない。それが当たりです。じゃあ2回目。鳥のモノマネをしたいと思います。鳥がもし人間になったら、バードって言って3、2、1。やばいよ。でも微動だにしません。強い、怖い。ちょっと来てるよ。この鳥が頑張れ踊り出したら、顔だから分かる。初恋はバッファイ。面白いよ。なんで笑えないの。一人来てますよ。リズムネタをしたいと思います。えい、お尻とお胸がわからない。じゃあ、マッチョ。やばい、悔しい。くじけるな。えい、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 えい。肩からキャラメル食べるやつ。えい、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 えい。孫と思って撫でるやつ。曲を歌いたいと思います。終了。お願いします。これだけ歌わせてください。終了。おねがいします。恥ずかしい。ちよさん泣いてる。めっちゃ面白かったの。めっちゃ面白かった。本当に面白かった。あのね、すっごいモニターから見てたら200聞いてたから。そう、面白かった。めっちゃ怖かった。
かん泣きしてはい、ということで中西くんの検証を行いましたけども残念ながら中西くんはねまだあのインターナショナルまでは行ってないということで今後精進してくださいということで今回の検証は中西くんは嘘だろでした。中西千織は嘘ドルだったということで明日特技のうち人を笑顔にすることはホームページ上のプロフィールから変更されます。続いてはこの方。はい、福岡県出身16歳のアウタンこと本村葵です。はい、よろしくどうぞ。出ました。プロフィールを早速見てみましょう。でんはい、こんな感じでございます。こちらが本村葵のプロフィール。果たしてこの中の偽装疑惑とは。さあそんなですね気になるとこですけども、はい、はい、メンバーの忘れ物を匂いで判断する、あでも葵ちゃんすごい鼻がいいんですよ。でもなんか一回タオルかタオルなんかを葵が貸してあこれ夏のとかね普通に植木のとか、そう分かってるんですよ。レスギとか結構やってくれますよ、はい、パーカーとか。本村さんは、はい、嘘ドルですか。嘘ドルじゃないです。さあそれでは早速検証していきましょう。まあ簡単なところからねいきましょう。本村くんにはですね、うん、HKT48 のメンバーが普段着ているものを匂ってもらって当てていただきたいと思います。うんうん、いものはこちらです。じゃーん、はい、あ、これは見たことあるぞ。もう誰のかと言いますと、はい、誰、そうだそうだ、結構いつも来てるから匂いはね、うん、はい、誰かな。あ、わかったこれ。わ、はい、かりましたか。わかった、ここしっかり匂って。ハルッピー。正解。さすがでございますね。ここハルッピーの匂いする。これハルッピーの洋服。はい、あ、覚えてなかった。私人の洋服とかはもう覚えないでも匂いで判断できた。すごい、ね、すごい。2問目はこれだ、はい、じゃん。はい、これ何でしょうか。見覚えあるじゃない。知ってる。そして誰のかと言いますと、はい、この方のでございますね。ね、いつもしてるよ。でも本当そうです。なんかちょっともう匂いがもうしますね。しますね。結構強いんですよ。そしてめっちゃいい香り。なるほど、じゃあ早速匂いを嗅いでいただきましょう。すごい分かりそうわ。その人の匂い好き。超いい匂い。何、あ、こっからでも匂いする。ちなみに本村くん匂いはしますか。なんかなんかしますよ、うん、これちーちゃん誰ですか。ちーちゃん。正解。すごい、さすが2問続けて正解でございます。あー、これ見たことある、うん、どうですか再確認して。ちょっと匂い変わったね。お、そこまでわかりますか。すごい、昔の匂いと違う。昔の匂いじゃない。さすがですね。すごい。相手の検証はさらにレベルアップ。田中夏実、谷真理香、植木直の3人がそれぞれ匂いをつけたハンカチを机の上に並べます。それを本村は匂いだけで誰のものかを当てるという難易度の高いテスト。ちなみに正解は1番が田中、2番が植木、3番が谷。果たして本村は3人の匂いを当てることができるのか。それでは本村くんどうぞ。はい、取っていいですか。取っていいですよ。汚い、汚い、なんか黄ばんでますね、それだけ。なんで汚い。2番のこっちですね。どんな匂いですか。新品。新品、匂いがしない。さあ続いて1番。あ、これわかる。おお、ま、みかん。ええ、おこれみかんじゃない。おどんな匂いなの。いい洗剤の匂い、めっちゃいい匂い。私、みかんの匂いとリンの匂いが一番好きなの。なるほど、うん、なんかな、湿ってないこれまあ、どこを拭いたのかわかんない。なんか汁が出てるのかな。え、最悪わかりましたか。
じゃあ1番から順番に言っていってください。じゃあ1番から順番に1番どれ、これ言っていってください。これはみかんです。うん、田中くん、はい、そして2番はなお、植木くん。3番がマリカ。3番の汁が谷くん。汁じゃないです。誰だ、田中くん正解。え、すごい嬉しい匂い。さあ続いて2番、植木くん正解。そして最後汁。はい、汁、汁。もちろん谷くん正解。なんか嬉しくない。ということで本村くんの特技、メンバーの忘れ物を匂いで判断するは本当でした。お見事。さすが。まずこれバラの香りがします。匂ってくださいよ。正直くっそ